Tonight's navigator is Shigeru Kishida from Kuruli.時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、くるりの岸田茂です。J-WAVE THE UNIVERSE。この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間、今を解釈し、音楽で表現するプログラムです。毎週木曜日は私、くるりの岸田茂が担当しております。こんばんは。さて、本日は2024年8月8日です。はい、88ですね。まあ、この季節ね。花火大会とかね、まあそういうのが行われて、まあ、夏休み折り返しっていうんですかね。小学校の頃はね、この8月、まあ7日、8日ぐらいが夏休み折り返しだったんで、だんだんちょっと寂しくなってくるんですよね。なんか、もうせっかくの夏休みですけども、終わりに向かっていくのか、みたいな気分ね、気持ちになっていましたけどね。とはいえ、もうまだまだ、まあ、夏本番真っ盛りということでね、海や山やね、いろんなところに行かれてる方も多いと思うんですけれども、メッセージもたくさんいただいております。ありがとうございます。こちらは、石川県小松市のマニさんです。はい。岸田さん、こんばんは。岸田さんの声はすごく落ち着くので毎週聞けて嬉しいです。ありがとうございます。子供の頃からドライブの時とかに父がくるりを流していて、その影響か私もくるりが大好きです。おお、ありがとうお父さん。そして21歳になってやっと先日初めて金沢でのライブに行きました。想像以上に楽しすぎて冗談抜きで岸田さんたちが神様に見えました。いや、人間です。ありがとうございます。おかげでいろんな嫌な記憶を少し忘れられたし、すごく元気づけられました。異世界に行ったみたいでした。ありがとうございます。今回は私一人だったので、今度は父も一緒に行きたいです。質問なんですが、岸田さんは石川県で好きな食べ物とか場所はありますか、という、ことなんですけども、ありがとうございます。21歳、いいですね。若くしてくるりの世界へようこそ。ありがとうございます。そうね、金沢行きました、この間ね。そうね、石川県、金沢に行って、まあ、おでんとかよく食べるんですけども、私はね、冬の時期に、いただく、かぶら寿司、あれがもうめちゃくちゃ好きで、っていうのもね、私の、まあもう亡くなったんですけど、祖母が、まあ、結構料理が好きな人だってね、おばあちゃん家行ったらいろんなのを作ってくれたんですけど、いつもね、そのおばあちゃんが、なんか子供の頃金沢に住んでたらしいんで、その子供の頃にかぶら寿司を食べたという話をね、よくしてくれたんですよ。で、あれがもう一回食べたい、あれがもう一回食べたいみたいなことをね、おばあちゃんよく言ってたんですけど、もうその話でだけでね、おばあちゃんから聞く、そのかぶら寿司、もう中にブリが入ってんだけど、それがもうハムみたいでめっちゃうまかったっていうね、その表現も独特やなと思ったんですけどね。もうその話を聞いてるだけでも食べてみたくなるような、感じでずっと聞いてたんですけど、まあこの仕事をするようになって金沢に行った時に、まあ冬場ですかね、初めて食べたんですけど、ああこれはうまいわと思って、もうすごいね、こういうことかと思いましたね。あれがとにかく私はすごく今でも好きですね。金沢に、冬場行くと必ず食べます。はい、メッセージありがとうございます。ステッカーをお送りしましょう。はい、ということで、そうそう、ね、番組にメッセージたくさん送っていただいてるんですけど、ありがとうございます。読まれた、方にはね、番組ステッカーをお送りします。メッセージはザ・ユニバースのホームページからメッセージトゥースタジオからお送りください。またメール以外にもお手紙も募集しております。オールドスタイルですね。はい、お手紙の宛先今から言いますね。郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 宛てです。住所と本名をお忘れなく、ラジオネームもね、読むときはね、ラジオネーム読むんですけど、メッセージね、いただいた方に、番組ね、読んだ人に番組ステッカー送ってますんで、ぜひ住所本名はお忘れなく、お書きください。はい、ということで8月8日ですけども、1992年8月8日山陽新幹線で500系新幹線試作車 WIN350 が、
最高速度 350.4km の当時、日本国内の最高速度記録を達成いたしました。今から遡ること、30年以上前ですかね。ね、350km 出したと。まあ今営業運転ではね、あの東北新幹線のはやぶさが、時速320km で走ってますし、山陽新幹線のぞみはね、300km、で走ってますけども、まあこの後もうスピード競争っていうんですかね、あのフランスの TGV なんかも500キロでしたかな。500何十キロの記録持ってますけど、日本のね、新幹線も、その後、試作車がですね、524キロでしたっけ?なんか、あの、記録出しましたね。出せるんですよ。だから、リニアがね、時速500キロって言ってますけど、普通の鉄道でもね、もう500キロ出せるんですよ。どうしたもんかなと思いますけれどもね。はい。というわけでですね、今夜はですね、8月8日ということで、まあ、真夏、先週はね、くるりの、もううだるような夏の、変な曲をたくさん書けましたけども、今週は、はい、まあ、さらに暑いところの音楽をね、皆さん聴いていただこうと思って、タイとか、太陽国ですよ。タイやラオスですね、あたりの、民族音楽っていうんですかね、あの不思議な音楽だけでお送りするという、また偏った回でございます。2時間にわたって、お届けいたします。はい、ちなみに、この木曜日のザ・ユニバース、私が独断で選んだ世界中の、あるいは日本各地の鉄道の一駅をピックアップして、その駅にまつわるお話やグルメ情報をお届けするコンセプトでお送りしております。まあ、タイの駅もね考えたんですけど、僕ねちょっとタイの駅行ったことないんで、まあ、日本で一番、南国に近いところにある駅どうだろうなと思ったんで、今夜はですね、ユイレール、はい、沖縄ですね、沖縄のモノレールです、ユイレール首里駅をテーマに、お話を、しながらタイの音楽を、聞いていこうと思います。くるりの岸田茂がお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。 J-WAVE THE UNIVERSE。
光พวกไผยังน้องสนร้อนพวกบอนยังน้องสายลายไข่ทหารยังอือตื่นสิไปห้างอยู่บนไหนวันไหนจะปึ้งปึ้งต่อไปคำแรกกี่ไก่นอนไหนทั้งเอ้ยสารวันน้องขี้ให้ยังใครสร้างแรกกระบองน้องเอ้ยน้องไปเถาไปเถาคันเป็นหัวน้องแซมเล่าแซมเล่าตั้งเถาน้องก้นยางคำนางทิ้งบ้างหรือว่าน้องข้างบ้านข้างบ้านจะกว่าญาติน้องย้อนไปนอนไหนน้องบอลได้กับที่ไอ้น้องบอลได้นั่งเอ้ยนั่งเอ้ยขันมาตีน้องวางแข้งไอ้ที่ปาดน้องให้กล้าขันมาตีน้องวางขาไอ้ที่ปาดน้องให้แห้งนั่งเอ้ยขันมาตีน้องรักแป๋วดอกแมวยันลงตารางคำนางเอ้ยว่าหัวน้องไอ้ลานมันลานน้องมันแห้งแป้นน้องเอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยนั่งเอ้ยกันเวลาฝนตกหงส์โอ้โหลงห้องนอนน้องผู้ป่าคำนางเอ้ยเอ้ยยันแต่ผู้น้อยอยู่บ้านนะอยู่บ้านน้องผมแห้งน้องเกือบตายน้องเอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยบ้างขันไม่ละน้ำน้องต้องตาน้องคือน้องมันแกล้งลาคำนางเอ้ยเวลานำตองฟ้าดอกคือนางมันแกล้งอิ่มขัดมาฟ้ายืดคิ้วดอกคือน้องมันแกล้งแคว้นอะไรโอ้ยน้องโอ้ยนางเอ้ยกันเม็ดบัดกระบวนบันสารวันนายสีตาวสาวนางบ้างวัดกับพ้นน้องตอนนี้ตอนนี้เราทั้งอายตาวลงน้องเอ้ยThree. Check.
いやもう一気にね東南アジアに旅立ちましたね。ねえ、僕まだねタイラオスあたりって行ったことないんですよ。いつか行ってみたいなと思って、あとまあベトナムとかもね、インドネシアとかまだ行ったことないんで、そうですね、もうちょっと行ってみたいですね。そういえばまあクルリの佐藤さんベースの人ね、あの人はインドネシアのガムランが聞きたいって言ってね、バリ島に一人で、一回旅行行ってケチャを聞いたりとかしてましたけどもね、ちょっといつか行ってみたいなと思ってますね。はい、そんな東南アジアに思いを馳せながら、私は沖縄にやってきました。はい、くるりね今度沖縄公演もありますけど、ちょっと先立って、沖縄に参りました。はい、那覇空港ね、大きい空港ですよ。でこっから、はい、沖縄都市モノレールというモノレール線が
走っております。そう、沖縄はね、実は鉄道っていうと、はい、現存するものではこの都市モノレール、ユイレールしかないんですよ。うん、沖縄ってね、まあ、小さい島だからっていうのももちろんあるんですけれども、沖縄本島ね、もともと戦前、戦前っていうんですかね、太平洋戦争の前までは、各種、まあ、警備員鉄道、サトウキビを運んだりとかね、そういう、貨物目的の鉄道とか、路面電車、あるいは馬車鉄道、馬が引くやつですね。まあそういうのも存在してたらしいんですけれども、あと、そうですね、サトウキビ運搬の、産業用の鉄道が南大東島あたり、にもあったという話らしいんですが、まあ現在はですね、まあ日本で唯一、都道府県で唯一、国鉄とか、その JR、が過去を含めて全く通っていない都道府県なんですよね。はい。まあ今後、LRT っていうんですかね、ライトレール、宇都宮とかでもね、新しいの開業しましたけど、そういうのの計画があるみたいで、まあ今後また鉄道ができるんじゃないかなって感じなんですけど、この、はい、ユイレールね、はい、モノレールにちょっと乗ってみたいと思います。まあ近代的なモノレールですよね。非常に近代的、ですね。最近できた感じなんですかね。2000年代に入ってから、開業した、このユイレールなんですけども、はい、まあ2両編成の、小ぶりな車両がやってきました。お、運転手さんがアロハシャツを着ている。そうですね、やっぱりね。もうこういうあたりから、やっぱり南国のムード、を感じることができます。はい。現在はですね、どこまで行ってんのかな、ユイレール。割と長い距離を、走ってるこのモノレールなんですけれども、手だこ裏西駅ですね、まで行ってるんですけれども、首里駅まで、旅をしてみたいと思います。おー、首里駅、着きましたね。はい。火事で燃えちゃったんですけれども、首里城の近くにあります。沖縄のね、まあ、那覇市、沖縄ってやっぱり高い山がない、島ですから、なんとなくこう、ただ起伏があって、このモノレールがですね、小高い丘を、降りたり、上がったりとか、ぬるぬると、まあ、縫うように、この那覇のですね、混雑した、市内を、くぐり抜けて、ちょっとこの昔ながらの、沖縄のね、街並みが、を眺めながら首里駅にやってきました。そうです。沖縄に行ったらやっぱこう蕎麦が食べたいということで、ちょっとお蕎麦を食べに行きたいと思います。
Thank you.
はい、ユイレール、首里駅を降りて、はい、蕎麦屋さんね、ちょこちょこありますよね。ちなみに、沖縄蕎麦っていうのは、普通のあの日本蕎麦もあるんですよ。あるんですけど、沖縄で蕎麦といえば、和蕎麦とは違ってね、蕎麦粉を使わない小麦粉の蕎麦ですよね。しかもまあ、乾水とか、あの、古い蕎麦屋だとね、巻き燃やして出てくる、アクを、加えて、打たれるから、つまり、まあ、ラーメンと同じなんですよね。ラーメンのような製法の麺ですね。縮れた麺。うん。で、その麺を、まあ、ちょっと、ラーメンよりも、まあ、太麺気味っていうんですかね。太めで、で、出汁が、なんていうかな、和風なんですよね。カツオ出汁というか、うん。カツオと、まあ、昆布と、まあ、豚ですかね。まあ、そういう、ちょっとさっぱりとした、出汁を用いているということで、なんていうかな、その、麺はラーメンっぽいんですけど、むしろこう、食べた感じはうどんとかに近いんですかね。うん。まあ、その沖縄そばってね、この間もね、ちょっと私、いろいろ調べてみたんですけど、その、いつどう生まれたかみたいなのについてはかなり諸説あるみたいなんですけども、その庶民にね、食べ物としてお蕎麦が紹介されたのは明治後期、だったらしいです。で、県民食として大体的に普及して現在のような形態になったのは、まあ、戦後ということですね。うん。で、もともとは中国からね、来た、中国の、しかも、福建省とかね、南部の、中国南部からの、まあ、使者を、もてなすために、接待するために、琉球王国時代に、中国の使者をもてなす接待料理として、蕎麦が発祥したという説があります。だから、まあ、品蕎麦ですよね。いわゆる品蕎麦を、作った、まあ、中国人の、コックが、沖縄そばの、まあ、直接のルーツを作ったんじゃないかということを言われてます。で最初は、それこそね、中国のそばと同じくですね、醤油味のスープで、まあ、具材もこう、豚とネギみたいなね、いわゆる、普通に内地でも食べられる中華ラーメン的なね、中華料理屋さんのチータンそばっていうんですかね。まあそういうのに似たものだったらしいんですけれども、まあ沖縄県ってね、なんていうかな、沖縄って言ってももういろいろ島によっても違ったり地域によっても違うんですけれども、とにかくね、豚を食べるんですよみんな。うん。京都はね、あんま豚食べないの。牛肉ばっかり食べるんですけど、鶏肉とね。でも、沖縄はね、昔から豚を食べるんですよね。で、豚を、まあ耳がとかもあるじゃないですか。こう、コリコリした、まあ、耳の お肉というか軟骨ですよね。あるいはその中身汁って言って、内臓のおつゆですよね。内臓とか豚の内臓とか そういうのってなんかもうごってりしてそうやなと思うんですけど、沖縄のね、そういう料理って意外とあっさりとした味付けでね、豚で出汁をとってても、九州のこう、いわゆる豚骨ラーメンなんかと全然違うんですよね。ああいうちょっとこう、悪く言えばちょっとこう胸焼けをしてしまうような濃いスープじゃなくて、昆布、そしてまあカツオなんかと合わせて、非常にまあさっぱりとしつつ、豚のまあ旨味が、出る、そんな、スープやまあ具材が多いこの沖縄の感覚なんですけども、はい、もうとにかくね、このお蕎麦、はい、入ってみましょう。ちょっと首里で蕎麦屋に入ってます。はい、こんばんは。いや。来た、蕎麦。はい、いただきます。蕎麦って言うんですよね、こっちではね。いやー、このスープ。カツオと昆布がまずやってきますね。うどんのような。でも、この、やっぱ油が浮いてるでしょ?これがね、やっぱ豚ですよね。で、豚がね、これ臭くないんですよ。溶けるんですよね。味が、甘み。そして、この高麗グースというね、スパイスですよね。まあ、沖縄といえば泡盛です。沖縄焼酎とね、私たち呼ぶこともありますけれども、この泡盛を、唐辛子が、島唐辛子がつけてあるんですけど、この辛味のある泡盛をちょちょちょっとかけて、一気にすすります。これ、いいですね。
なんか毎日食べたいなと思いますよね。そしてこの大ぶりのソーキそばですよ。あばら骨です。このね、スペアリブというよりこのあばら骨ですよね。はい、何時間煮込まれてるんでしょうか。この骨ごと食べられる。骨がまるでこのゼリーかグミのように柔らかい、ブニュって言うんですけど、これがもう味が旬でて美味しいんですよね。この、しっかり味が染みた、豚肉とこの豚の骨とこの蕎麦と昆布かつおの効いたこのスープ、三位一体となって体に染み渡ってきます。そして私はこれが好きなんです。フーチーバーです。そう、ヨモギの葉っぱをわんさかかけて一緒に食べると、この苦味がですね、三位一体と、なったこのスープ、麺、そしてこのコーレグースのスパイスを絡め取っていく。苦いとはうまいと書く、これはね、やっぱこう苦味って必要ですよね。甘みとね、このしょっぱさだけで生きていきたいなと思うんですけど、人生においてこの苦味というのはですね、いやー、やっぱり物事の中心にある何かしらですよね。噛み締めながら、流し込んでいっております。
81.3 J-WAVE。
ใจคำยิงน้องยังนิ่มเตียงมันบ่เป็นของเพิ่นคนได้เป็นกระจกแว่นแก้วเงาสายตึงบ่ไหวเฟื่อนคนใจหนึ่งThank you.
沖縄もね、まあちょっとまだ首里城入れないですけど、まあビーチも多いですし、美ら海水族館も、すごく、素敵な大きい水族館ですし、見どころがね、まあ本島だけでも、たくさんあるわけです。で、離島も行ってみたい、ダイビングなんかもね、楽しみたいところなんですが、さっきモノレール乗ったんでドライブして南部の方に行ってみたいと思います。はい、沖縄この南部ね、おしゃれなカフェもあります。なかなかこうね、内地では味わえないような、独特の雰囲気ありますよね。そしてまあずっとこう沖縄沖縄と言いつつ、タイやラオスの音楽ばかり聞いているんで、ちょっとタイ料理も食べたくなったんで、ちょっとね、そうタイ料理を食べに行こうと南の方にやってまいりました。はい、沖縄のね、本島南部にあります玉城の方になりますタイ料理屋さんがあるんです。シャムというタイ料理屋さんがあるんで、ちょっと入ってみましょう。いやー、これタイですね。行ったことないけどタイですね。うん、タイで何が食べたいかな。まあトムヤムくんやっぱ食べたいですよね。トムヤムくんとタイだからやっぱバッタイとかですかね。はい、トムカーガイも食べてみたい。うん、ちょっといろいろ頼んでみましょう。まずバッタイを食べてみましょう。ねえ、これね、多分ここでも人気のメニューだと思うんですけれども、僕ね、やっぱ麺が好きなんで、こういうね、バッタイ。美味しい、美味しい。うん。なんかね、バッタイって、こう、ナッツが入ってる印象があるんですよ。なんていうかな、ココナッツとか、カシナッツみたいな。でもね、ここのバッタイはね、非常に、なんていうかな、この、鶏肉の、
味っていうんですかね、鶏肉の味と、ちょっとこう酸味の効いた、これ発酵調味料なんですかね、うん、割とこう日本人の舌にも、合う感じの、いやー美味しいですね。本場っぽいですよね。いやーうまいうまい、うん。そしてやっぱね、タイといえばこのトムヤムくんですかね、うん、食べてみましょう。いやー、うんうん、あー酸っぱい、うん、酸っぱいし辛い、辛みが後から来る。はい、ここのトムヤムくんスープ、これはね、土鍋で来るんですよ。土鍋で来て、そして何なんでしょうこれ、緑の葉っぱ入ってますよね。これも美味しいんですよね。さっきもフーチバーいっぱい食べましたけど、やっぱりこう気候的に合うんですかね、このタイ料理っぽいものと、この沖縄のなんていうかな、こう湿潤な、気候っていうんですかね。いや美味しいな、すごい美味しい。この沖縄でね、こういう汁物、ね、汁物が実は多い、ところなんで、このタイ料理っていうのもね、もちろん焼きそば、さっきのバッターみたいなのも美味しいんですけど、汁物は美味しいですよね。湿気のある熱いところで汁物。うん。いいな。しかもこの辛味ときまして。いやー、ちょっと、いろいろ食べたいな、いろいろ食べたいんだけど、ちょっと私、炭水化物、好きとしてはですね、このタイ風雑炊っていうのも食べてみたいと思います。うん。ああ、うん。あのね、だいたいこう日本でね、お鍋とかして雑炊するときっていうのは、鍋の後にね、おじや、鶏のお出汁が割とこう染み込んで、ちょっと塩振ったりとかしてね、美味しい、甘みもあるけど塩味の、お雑炊を食べることが多いんですけど、この台風雑炊っていうのはですね、やはりエキゾチックな味がしますね。うん。香辛料なんでしょうか。そして、この甘みと、香草のパクチーみたいな感じですかね。香りが、強い、葉っぱが入っていて、でちょっとさっきのね、このトムヤムくんの、で痺れた舌を癒してくれるこの生卵、半熟卵の卵黄の甘さ、うんうん、いやー、なんかね、和食を食うと日本人でよかったと思いますし、こういうタイ料理なんかを食うと、いやー、アジア人でよかったって思いますよね。人間って勝手ですよね。はい、沖縄楽しみがたくさんあります。このタイにまで行けるという、素晴らしい旅、いいですね。再びまたタイ、ラオスの音楽を聴いていきましょう。
ไอรอห้างไอตรอลังเวียไอเมียนใจจมมาเนี่ยเนี่ยอาโซราThank you.
านาสมรัชสมรัชกาสังเกรียมเอ๋ยเปรนิยมลือละใบอางไอกรมกรมไทยเอ๋ยJ-Wave ยังเชื่อสวรรค์ในแต่เอ่ยเนียงทาเอ่ยยังเชื่อสวรรค์ในแต่เอ่ยเนียงThank you.
ọt ngà ông chương ơi kia ri ơi bón đà tốt ngà ông chương ơi kia ơi ri
J-WAVE The Universe はい、というわけでたっぷりとタイ、そしてラオスの民族音楽っていうんですかね、まあフォークロアですね、たくさん聞いていただきました。なかなかね、なんていうかな、例えば民族音楽っていうとね、例えばアラブ音楽だったりとか、ヨーロッパのまあアイルランドとかね、あるいはそのヨーロッパ中東、中央ヨーロッパとかのね、ファンタジックな、民族音楽というんですかね、なんかそういう、印象ってあると思うんですけど、このね、まあタイ、ラオスなんかをはじめ、あるいはベトナムとか、まあ中国あたりの伝承音楽っていうのも非常に面白いものが、多いので、皆さんもですね、まあ今ね、割といろんなコンピレーションなんかも、プレイリストとかもあったりするんで、ぜひぜひ掘っていただきたいと、思います。タイってね、まあいくつかの今日、聞いていただいた曲なんかでも、不思議な歌声が、聞こえてきたと思うんですけど、独自のね、歌唱法っていうんですかね、みたいな感じのね、僕うまくできないんですけど、面白い、歌い方、が、まあ、結構ね、特徴的な音楽もたくさんありますので、まあ、そういう、歌物好きの人もいろいろタイのポップスなんかもね、結構面白いものありますから、掘ってみるといいんじゃないかなと、思っております。で、メッセージもたくさんありがとうございます。こちらは、川崎市、宮前区のウランさんです。7月11日、先月ですね、の高円寺シリーズ、雨の日曜日にぴったりでした。フォークソングには詳しくないんですが、ノスタルジーな気分です。岸田さんのユニバースを週末にラジコで聞くのが習慣になりました。ありがとうございます。ナビゲーター4人の方の音楽のお話が個性豊かで非日常のひとときにさせてもらっています。これからも楽しみにしておりますということで、メッセージありがとうございます。はい。まあね、木曜日のユニバースね。とにかく選曲と、グルメ情報に関しては、ちょっとね、独自路線で、行きたいと思っておりますので、毎週、いろいろ頑張ってますんで、また聞いてやってください。ということで、J-WAVE The Universe そろそろエンディングのお時間です。来週月曜日のザ・ユニバース、ナビゲーターは安藤優子さんです。安藤さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。ザ・ユニバース、ナビゲーターはくるりの岸田茂でした。